い、こちらけです。こんにちは、ゴッツです。今日はですね、ゴッツと占いを初めてマルチでやりたいと思います。やりましょう。拍手。まずこれ何なんですか？自分は、うん、あれなんですけど、うん、まだ始めて10分ぐらいです。そう、今日ね占い撮りたいなと思ってたんですよ。結構面白いからやってたら結局面白くなっちゃって、私はね。で、じゃあ無理やりゴッツにやらせようと思って「じゃあマルチやろうよ」っつってダウンロードさせちゃいました。ということでね、今日ゴッツとねマルチプレイをしたいと思います。マルチはどんなんなんですかね、それもよくわからない。で、これでとりあえずもう一戦するから、今日は一回とりあえず戦おう。戦ってみましょう。で、どんな感じか、うん、でこの動画では戦います。とりあえずマルチでね。で、次の動画でガチャをゴッツと引きたいと思います。そうです。石も溜まってきたからね。で、とりあえずいきましょう。はい、お願いします。名はね、イベントでね、今日はこれなんていうの、これ新緑って言うんですか。感じ弱いんで、ちょっとあんま俺も弱いんだよ。ボロが出るの。ボロ出したくないんで、あんま喋りたくない。大体ポンコツしかいないから、ここには。ゴッツもポンコツ出てきた。ゴッツ漢字、俺もポンコツだけど漢字だね。漢字本当に読めない。で、これね、森の独眼。自分喋ってましょう。立花さんね。これ中継、ゴッツは始めたばっかだから、一応中継でやります。僕は意外と中継でクリアできたんで、とりあえず中継いきましょう。マルチ。で、どうすんのこれ。はい、僕ユニット借ります。え、借りれるんですか。そうですよ。ちゃんとゴッツも出撃するとき設定して、まあ、とりあえず俺救うときはね、はい、出撃します。で、ゴッツ今マルチで入ってきてくれます。マルチはね、ホーム画面にマルチボタンあるんで、これゴッツです。で、近い方しか多分今のところできないっぽいね。うん、いずれなんかあるんじゃないの、わかんないけど、そしたら遠くともできそうだよね。これでスタートと。今いるメンバーで出撃よろしいですか。はい、マルチ3人までできます。3人なんですね、そこは。そう、3人らしい。まあでも今後わかんない、変わんじゃないの、うん、どうなるかね。よし、来たよ。え、何他のプレイヤーの自分たち。はい、ゴッツ待ってます。え、どうすんの、進軍。はい、行きます。はい、行きますよ。はい、何なのこれ、どここれ全然、え、マルチ、ちょっと待ってください。何ちょっと待って、なにこれ、なんですかこれ。わかんない。どういうこと？今俺とゴッツは何してるの？これ何？しかもなんか画面同時進行じゃないですか。シェイク。あ、同時進行じゃない。何？ゴッツと俺は違うところ。違いますよこれ。あ、違うフィールドで何これレースしてんのかな？俺とゴッツは。そういうこと？そういうこと？自分絶対不利じゃないですか。なんで？だって初めて10分ですよ。そんなことないでしょ。もう自分3分の1ぐらい食らってますからね。嘘。死んだら負けちゃう。ダメだよ。いい感じない今のところ。はい。早い。いい感じです。よし。早い。俺の方が早い。めちゃくちゃ早い。嘘。いい感じだろ。俺の方が早いぜ。多分競争なのかな途中まで。ほら 1P と右上の方見るとさ、1P と自分画面映ってないじゃないですか。ね、1P と 2P でレース進んだボス出現。はい。あ、早いよ。あ、俺一人で先にボスと戦ってるのね。ゴッツはボス。俺まだボス見えてないです。え、わかりますよ。はい。ゴッツも来るのかな。あ、来た。あれ？あ、減ってるボス。減ってる？ボスは一緒っぽいっすよ。あ、ボスは一緒なの。一緒っぽいっす。あ、じゃあボスだけ一緒に戦えんだゴッツとね。なるほどね。一度ずつ使えるんですか。使える。使わない。まだ俺が使わない。あれ？いつ使ったんだよ。いつ使ったの？ゴッツの画面ではさ、自分が手前なの。自分手前です。1P ってなってる感じ。あ、じゃあ自分の方を操作するのが手前にいるんだ。なるほどね。はい、いい感じだ今のところ。じゃあ俺の必殺バンド使おう。でストライクセイバー。キュウさんのボスを気絶させたぞって。いや、そううまいからね俺。ゴッツより確かにそれはゴッツより要は結論がうまいってことだろ。もう今ぶったでいいから。今チャンス。今チャンス。イエーイ倒したー。え、俺の勝ち？何か勝ちとかのどういうことなの？勝ちとかのかな。このなんていうんですか、どうなったらいいのかっていうの全く分からない。そうまだ把握できてないから。とりあえず始めてみたから。何これ？貢献度順位。競争なのかな？サンウェブ、あ、ステージごとに。俺の方が早かったから1位ってことか。そうですね。ボスも1位貢献度。あ、ぶったたいた量が俺の方が多かった。ボスラストアタック。あ、最後倒した人。K さんが最後倒した。貢献度1位の報酬してクレスタルは2個獲得。ああ、なるほど。ゴッツは1個しかもらえない。1個ですね。なるほどね。じゃあ要は勝った人は多くもらえた。やったね。いまいちクリスタルは何に使うか俺も分かってないなこれが何にそう何に使うのかって把握できてません。イエーイ。はい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 と美味しいじゃないですか。これがこれね多分レベル上がるかも。あ、多分そうだと思う。おごっつおなんか溜まってる。なんだろうこれ。なんかあれですか、フレンド同士だとみたいな。あ、そういう感じね。はい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 。おやりました。結局何がゴールですかこれ。いや倒すことがゴール。倒すことやっぱり。うん。で競争しつつですかね。なのかな。2人3人で競争しつつ、最後は協力しようねみたいな。じゃあ途中まではレースだよみたいな。最後は協力しようねみたいな。戦ってみたいな。で倒せばいいんでしょ。ゴッツ今のクエストクリアしたやつさ、なんかマークとかついてるのこれ。クリアみたいな。ついてないです。あ、ついてない。じゃあやっぱはい貼った人がそこはあれと一緒にね、ニュースとかとね。あ、なるほどね。そういう感じか。マルチできるのはやっぱちょっと面白いですね。面白いよね。今まで俺一人で来たんだけどさ一人だとつらいなって思ったけど、やっぱ何人かでやると楽しい。3人までできる。競争できるから結構面白いんじゃないですか。はやる。意外といけるいけるいけますよ。誰ですか？誰ですか？あ、そうか。いける？オッケーオッケー。じゃあちょっと俺やるわ。少し。やりましょうやりましょう。おお、やったね。まあなんか楽しかったねとりあえずね。はい、今日はそんな感じです。はい、この後ね、ゴッツとガチャを引いて、ゴッツ石何個ある？13個です。ということは俺がじゃあ3連するから。ゴッツ2回。全部で5連します。この次の動画でね。はい、公開はずれるかもしれません。日時がね。そこはご了承ください。はい。ということで、今日は占いをね、ゴッツとマルチでやりました。またやりたいと思います。はい、ガチャ見てね。見てね。バイバイ。